飛鳥カ神社は、奈良県奈良市北京バテ町にある神社。一般に、京バテ天神社、他に、勾梅殿神社、平城座飛鳥カ神社とも呼ばれる。奈良市市によると祭神は、以下の御柱であるが、遺説もある。1953年に、宗教法人法に基づき登記された、小書添付の有書円閣を示す書類には、以下のように有書が示されている。 養老二年八月大和国高市郡飛鳥村の飛鳥神社の御祭神,御祭神を平城の神と左京四条七坊飛鳥の丘に、なんと元号寺の陳守者として、法戦、鎮祭したことをもって本飛鳥神社の創建となっている。中世、元号寺の自運衰退に伴い、本神社の木方義も鎮退して、元凶のごとくに京馬手の一宮に移選されることになった。 文政9年に、増大城大臣道座猫を増資されて、依頼何日とはなく公倍殿の社と呼ばれる州となり、元号寺別島大城院の院主が代々、包災していたもので、明治年代に至り、公倍殿神社として、奈良市京和手地区一帯の氏神となり、今日に及んだのであるが、旧宗教法人令による公倍殿神社を解散して、元の由緒ある社名を復元して、飛鳥神社となって、 今回宗教法人法による宗教法人を設立することになった。この当期以に発行された奈良市史市及び奈良県示などの記載でも当神社の歴史は上記遺書に沿う形の記載となっている。しかしながら当期以前の金星以前資料において当神社が元号寺ともにアスから移ったとする記述は存在しない。また遺書では 文政9年とされる天神の勘定も、古史料では17世紀に京バ手村が近隣村落との推論に勝ったことを祝い、勘定したとされる記録があり、当期の記述とは矛盾する。古文書、絵図などでの京バ手村の神社の記述には、社名や祭神などに、下記の表のように移動が見られる。当神社の由緒に語られる平城系時に、一緒に、アスカから移ってきた。 ガ号寺鎮守社という伝承は、東神社北方400メートルほどのところに位置する、西荒谷町の伊佐川神社やガ号寺町の白山神社にも、江戸時代の地市内の記述という形で残る。その後これらの神社が京馬手に移ったと示す資料は、存在しない。本殿参考、春日大社末社38所神社参考、春日大社末社水谷神社春日大社の、 抹茶宮殿を移した春日移し市の社殿であるが、どの抹茶を移したかについては、三十八所神社を移したとする説と、水谷神社を移したとする説がある。一九時期は、水谷神社説に従えば、文政九年とされる。三軒者作りで、現在の屋根は、銅板武器である。漢字版に、剣派文も見られる。その他、ストック天皇を祀る社などもある。ありがとうございます。